さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。122回目の今回は、セリーグ最多記録の盗塁王獲得数を持っている選手の紹介になるよ。その選手とは、巨人に20年在籍していた、柴田勲選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。柴田勲、1944年2月8日生まれの78歳。神奈川県横浜市出身の元プロ野球選手だよ。引退後はコーチ、解説者、評論家を務め、現在は、日本プロ野球名球会副理事長、巨人 OB 会顧問を務めているよ。小学生時代に、当時米軍キャンプの子供たちと対戦するために、結成されたチームで野球を始め、中学校では野球部で投手を務めるよ。そして当初はチームメイトと公立校へ進むつもりだったが、高騰した試合の審判が OB であったことから、声がかかって法政2校へ進学し、エースとして活躍。1961年春の選抜は、高松商を4対0で下ろし、前年からの夏春連覇を達成。同年夏の選手権にも出場し、準決勝で浪商と対決、投手戦となり、延長11回の熱戦の末に2対4で敗退したよ。そして1961年10月19日に投手として、巨人に入団。柴田は1年目の開幕から1軍に抜擢され、開幕第2戦に先発。試合は阪神の村山と投げ合うが、5回途中までに4点を失い降板、敗戦投手となったよ。5月3日にも広島を相手に先発するが、初回に1安打2四球を与え降板。3度目の先発となった8月5日の中日戦でも、長谷川に本塁打を浴びるなど打ち込まれ、6失点を喫し3回に降板し、敗戦投手となったよ。そして同年は0勝2敗に終わり、投手失格の烙印を押されたよ。このため強肩俊足を生かし、外野手に転向するとともに、左打ちにも取り組み、日本初のスイッチヒッターとなったよ。1963年には5月末から、1番センターに定着、打率は2割5分8厘ながら、高木に次ぐ43盗塁を記録。1966年には114試合に出場し2割5分1厘、46盗塁記録し初の盗塁王を獲得。同年の南海との日本シリーズでは、全6試合で23打数13安打7打点2本塁打と活躍し、MVP と打撃賞を獲得。1967年は126試合に出場し打率2割8分7厘、18本塁打70盗塁を残し、初のベストナインに選出されたよ。1968年には首脳陣の意向で、5番への定着を図るため、長打力のある右打ちに特化。オールスターでは鈴木からスリーランを放つなど、3安打1盗塁の活躍で MVP を獲得。しかし同年は自己最多の26本の本塁打を放つが、三振も自己最多となってしまい、出塁と盗塁機会も減ったことから、盗塁王も小馬に奪われたよ。1969年には111試合に出場し打率2割2分9厘となるも、35盗塁で盗塁王を獲得。1971年には、スイッチヒッターに戻すと打率2割8分2厘を記録し、ベストナインを獲得。1972年は自己最高の打率2割9分3厘を記録し、45盗塁で4度目の盗塁王とベストナイン、ダイヤモンドグラブ賞を獲得。1976年の阪急との日本シリーズでは、第4戦の9回に山口から、勝利を決めるツーランを放つも日本一はならなかったよ。シリーズでは敢闘賞、打撃賞を受賞。1978年には125試合に出場し打率2割9分2厘、34盗塁を記録し盗塁王を獲得。また34歳での盗塁王獲得は、2021年時点でセリーグの最年長記録だよ。1980年にはロイ・ホワイトの入団、松本の台頭もあって出場機会が減少するが、8月7日のヤクルト戦で通算2000本安打を達成。柴田は同年限りでの引退を決意していたが、シーズン終了後に長嶋が監督を辞任。藤田新監督から慰留されたこともあって、1981年も高知県民で現役を続行。巨人はその年、リーグ優勝と日本一を達成し、日本ハムとの日本シリーズでは、第4戦から先発出場。同シリーズでは通算10打数4安打1打点を記録し、この年限りで現役を引退するよ。ちなみに、引退までシーズン3割未達だったのは柴田と田中幸雄のみで、名球会の会員で、打撃の三冠タイトルを記録してない、数少ない選手でもあるよ。引退後は、巨人で2軍打撃兼外野守備コーチ、1軍守備走塁コーチを務め、1983年から、3塁コーチャーとして2年ぶりのリーグ優勝に貢献したが、王監督時の1984年と1985年は、マスコミから、壊れた信号機と酷評されたよ。巨人は1984年、1985年と連続で優勝を逃し、その責任を取る形で、堀内投手コーチと共に退団。
その後はフジテレビに、1986年から1994年までの9年間、日本放送、ラジオ日本の野球解説者に就任。1992年にポーカー賭博で逮捕され、起訴猶予処分となるも、謝罪会見では、トランプ柄のセーターを着ていたため話題となったよ。その後は2008年12月7日に、巨人 OB 会の副会長に選出。2009年12月には前任者である金田の退任に伴い、株式会社日本プロ野球名球会の代表取締役社長に就任。2014年12月、巨人 OB 会の第9代会長に選出。そして2019年12月7日、巨人 OB 会会長を退任し、顧問に就任したよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。柴田は現役時代、赤い手袋をはめてプレーしたことで有名で、これを着用し始めたのは1967年からで、春季キャンプで、ドジャースのキャンプに参加。柴田は走塁練習中に手をすり、バッティング練習ができなくなったそうだよ。柴田は隣のゴルフ場に手袋を買いに行ったが、手に合うものが女性用の赤い手袋しかなかったので、やむを得ずそれを購入。その後ナイトゲームに赤い手袋をつけてプレーし、安打と盗塁を記録。またナイトゲーム下での緑の柴田の赤い手袋が生えているようで、かっこいいとチームメイトに言われ、日本でも赤い手袋をしたままバッティングするようになったそうだよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。編集してみての感想は、投手として入団したもののすぐに打者に転向し、スイッチヒッターにも挑戦。わずか1年での判断もさることながら、そこからの盗塁王の最多獲得や、打率3割に到達せずの2000本安打達成も、判断が早かったことで成し得たことなのかもしれないね。投手から打者に転向する選手は今もいるけど、ここまでの成績を残している選手は多くないだろうね。てなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。